はい、それではちょっと授業があるかどうかテスト、デイリー配信のですね、テストをしてみたいと思います。ログインしました。ストーリーは途中でしたね、昨日ですが。電車ガイダンスを10連分もらいました。やった。これなんだ、受け取りましたか。2日目は全部終わった。1日目終わったんですね。完全回復したモディファイアへ。進化を完全回復。ショップ、デイリー、冷却剤使用。これは何でしょう、任務。ログインする。ストーリーは途中ですかね。ということはですね、一旦、さっきの続きを、刻印回収。毎日ランダムに更新してます。バイトの中にバイトをミドロップします。特定の刻印セットを選択すれば。なるほど。与える物理ダメージを 5% 増加する。10秒間でこの5回までスタックで最大の時間で配置ダメージを 10% 増加し、なるほど。ドロップ可能。使用の刻印。目視録。強化する素材ってことですね。で、落ちるやつが、この中から選べるってやつことですね。ちょっと待って。刻印どうしようか。よろしくね。刻印おすすめは？待ってください、ね。おすすめ誰です？何でしたっけ？英雄と鉄人か。鉄王。英雄と鉄人。一緒か。スキルダメージ 10% 増加、毎秒新規を1回獲得する。なるほど。これって強化してたら4になるんですかね。それとも最初から4のやつを拾わないといけない。でも2ですもんね、これ。最大レベルも上げたら、その3になるのかどうかよくわかんないですよね。4。セット。これ？3ありますね。いや、ならなさそうかな。ってことは、これの、一体4を集めたらいいってことですよね。実用推奨4まで集めてから強化した方が良さそうな気がしますけど、一旦行ってみますか。これの4、これか。一回行ってみますか。せっかくに2倍でなくて、スタミナ常に溢れるんで。ちょっと緊張するけど頑張るよ。候補とか忘れたらまずいですけど。押す。この人押す。スキップはスキップ。ボタンでスキップできないのか。
ら、けど今何も話したいんですよ。でも意外と楽しいと思ってた。全然楽勝ですね一応。完全勝利。私の活躍どうだった？おお、まあ三がもらえるってことですね。四はもらえないか。三どうしましょうかね。三強化した方がいいのか。それかあれかこれは。ああレベルが上がらないってことですね。まあ最後あれですね一旦。あ、ちゃった。そっか、でも普通の、普通のガチャは30回引けるか。引きます？どうしようかな。悩みますね。デイリーを、デイリーありますか？デイリー、あとは5回クリア、ショップで購入。これ誰？ベルダンディ。できます。3。12万3000円。高っ。まあいいか。ベルダンディは、今使ってるキャラクター？これ誰だ？レビアタン。よろしくね。今ベルダンディか。まあ、一旦この3人が出たら、買いますよ。よろしく。2のスクリア GKP 物資収集を1回クリアするが2に入ってますね。これがいいか。真相アクセスキー系突破素材モディファイア突破素材これですか。ああこれか。あ強かったら3キロとかだったら極限収集はね分からん。まだ今いらないですね。アクセスキーはあ、これか。今も別にもらう。大丈夫そう。インシュ様実践モディファイア経験値。あ、これお金か。なるほど。今すぐ欲しいやつ特にない？まあ、そのうち必要になる。考えるともこれか。レベル40になったらもっと一回も、あ、なるほど。レベル上げていったらどんどん。重ねれるってことですね、いっぱい。それまでは、心配頑張ってね。あ、でも、40まで上げればそれができるようになるってことが多かったんで、ちょっと嬉しいです。一旦これ払わんとかないと払いますよね。デイさん、あらららこれぶっちゃけダメージそんなに上がらなかったような気がするんですけど、上がるのか。あ、でも2万入ります。お、すごい。8個、まああれはいりますわね絶対。あとは GKP 消費したらデイリー終わりか。なるほど。じゃあまあ普通にストーリーいきましょうか。まだ多分40も消費できるんですよ。 OK、 スキップしない。ちょっと緊張するけど頑張るよ。まあ、今はあれですね、こうミッションのやつを順番にできる範囲でやっていきますか。とりあえずなんか昨日の夜はスタミナ全部消費しないでなんかと思ったんですけど、まあそれはなかなか今の段階でレベルどんどん上がるんで厳しいですね。
結局寝る前も2時間、1時間追加で、2時間かな、1時間ぐらい追加でやったんですけど、それも全然減らなかったんで寝ました。いた。これ回復するみたいだったんで良かったですね。あ、敵出てきて。今何分ぐらいかかってるんですね、戦闘に。あ、レベル上がりそう。レベル上がったらまたスタミナが回復します。あ、来た。あの、お試しというか、まあキャラ固定。もう割と近接に味方を見つけて遠距離でインクリいけますわ。この前なんか近づかないといけないかなと思ったんですけど、意外と近づかなくてもこうやって攻撃できるんで、めっちゃ強い。めちゃくちゃ強いんじゃないですか。しかもこの勝利ポーズが意外となんか勇ましい、可愛いというか勇ましいですよ。ボス誰？ボスは誰だ？キムか。こいつよくよく見ますよね。どこ行った？あ、ボス。待って。まとめてザコを倒していきたい。痛い。あ、しまった。消えてる時に撃っちゃったかもしれない。あ、大丈夫です。コンピューターはめちゃめちゃ有能ですよ。めちゃめちゃ避けてくれますもんね。あの、私の活躍、どうだ？
あのさ、昨日チュールさん弾いたんですよね。マジでどうしよう。ガッチャガッ、でもまあ今はスタミナあるんでガシガシ進みましょうかね。進めるときは緊張するけど、頑張るよ。座る時を全部見えてるよ。ターゲット下にしようと思ったら上のまんまちょっとボタンが遠いですよ。いや楽しいわ。29になります。任務でこれデイリーを挟んじゃないですか。あーなるほど、300ポイント、あまだ終わってないですね。なるほど、もうちょっとガイダンスは、おっ、ほぼ200です。100ポイント回す高い方かなと。経験ログイン、契約これに、新人契約開放、あ、これか。ああ、7日間ログインされてるんですね。1日目は全部あるか。あ、結果ですよ、累計1回。完全開放したモディファイアを必要な、レベル中の復元を1個して、ギフトをくれたんだ。ギフトとかあるんですか、どこに。あ、うん、ギフト、これ何、ね、ギフト、なるほど、倉庫にあるんですか。倉庫どこに。GKP 回復、あ、うん、これあれですね、マネーズ。これは GKP 回復のガチャですね。これは違う。うん、これは違う。ギフトか。なるほど。あ、うん、これでってことですね。OK。クイーン。
ギフトあげましょうか。じゃあよろしくね。ギフト、ギフト、どこでしたっけ。これあ、そう、ギフト、何かあげてみますかね。はい、アドミンさんともっと仲良くなれたみたい。でこれで新人研修 OK。 極限実測、うんうん、なるほど。アイテム獲得しました。うんうん、お、スタミナがようやく底が見え始めましたね。行きましょう。ちょっと緊張するけど頑張るよ。どうしたの。助けてくれ、助けてくれ。お、誰かいますよ。あれ。来ました。わあ、あれ強そう。ちょっと、あれもあなたが。何でもかんでも私のせいにするんじゃない。私もあんなものを目にしたのは。計画が失敗した以上、もはや挽回できる説明はただ一つ。この声は、カルパス。なんですか。あいつ結局ビスレインなの？それともエイジン？だからこそ断言しましょう。この歪んだ世界を正せるのは皆さんしかいない。これこそが宗教だけですので、あなた方には消えていただきます。何これ。あの方の崇高なる理想のために。さっきからわけのわからないことばかり。とにかく私たちはここを出たいの。よろしく。そのためにも、あなたを倒す。皆様のために私の弱さを実に愚か。とりあえず殴ればいいですね。いや、なくてよくわかんないですよね。今のないの。メルちゃん、よろしく、任せて。折れますよ。よくわかんないですけど、敵陣崩壊。私の活躍どうだった。レベルがもうちょっとで30になります。あ、じゃあこれもう5終わりかな。これ31ですもん。6章が何章もあるんですか。7章、8章、9章、9章までもあるみたいですね。なるほど。とりあえず入れてきてみましょう。わー、お、30になりましたね。やった。うんうん、ウィークリー、あ、3時になったんでウィークリーが解放されたんですけど、やった。あといつ今日なんですか。水曜日か。
なるほど、ボスと戦えるってことですか。なるほど、ほんほん。距離上位の難易度が、うん、毎週リセット、うん、うわ、なるほど、他の、まあ、どのボス1回しか使えないみたいな感じらしいです。ランク報酬、何これ、うん、まあ、なんでいろんなキャラクターをやっぱ育てないといけないですよとかですね。ギルドは作りましょう。で、200いるんですね。告知。無言でも OK です。書いてますか。無言 OK です。ギルド作りました。やった。エンブレムは、あ、これがでもやっぱこれかっこいいですね。ギルド任務、はい。おお、ギルドができますね。よし。廃棄管、おお。よし、そうです。装備このキャラがいいですね。回復したら5回まです。あ、でもどうしようかな。こっちの方がいいか。味方が5回まで生き返りますよって書いてですね。お、いいですね、これ。やった、めっちゃ嬉しいよ。これ許可できる。おお、いいですね、S になりました。これが知識超越。お、レベル4でもできますよ。いい勉強になったよ。オッケーオッケー、どんどん上がっていきます。マッチで。ストーリーは一旦スキープしておきましょうか。アクセスキーも、あ、タバできるんですか。やった、あ、ここで使うのかな、なるほど。これ40ですね、なるほど。おー、なるほど。自身回復行動を発スキル値及びそれに発生くる可能性。おお、すごい。自身回復のスキル値及びする。回避効果のくる。あ、いいっすね。これつけたい。どうしよっかな。耐えれ。これはいいか。というか、これはず、こっちの方がいいですね。え、何を、これ、そういうことか。どうしようかな。こっちの方がいいかもしれない。なんだか不思議。まるで運命に触れたみたい。MT バリアブルを1回クリアする。アクエム、サイレン、フレイケ3回クリアする。なるほど。で、同じやつしか使えないってことですよね。同じやつ使えないってことですよね。どうしようかな。3体しか育てないんで、なかなか厳しいですね、ショップ。おお、いいですね。なるほど。キャラクター、よろしくね。はい、いつでもそばに。オッケー、とりあえず武器を強化しておきましょう。
超越できるんですか。持ってるわ、いっぱい持ってる。アセットとかいっぱい出ますもんね、うん、あ、違う、キュールさんじゃない、キュールさんじゃないよ。レベル40と、まあこれがいるんだよな。で、スキル、あ、スキルを少し上げるようになったんですか。ほうほう。また成長しちゃったよ。なるほど。ああ、なるほどね。いや、なんか、あれですね。やってると、こう、いろんな、めちゃめちゃいろんな項目が上げるようになるんで、忘れそう。どこまで上げる。あ、でもこれ、足りなくなりそう。あ、でもいいか。全部15になりますね。OK、進撃は？これ何？演劇。ああ、いつもか。うんうんうん。一括興味。なんだか不思議。あ、まるで運命に触れたみたい。あ、そういうことですね。これ右か左か。まあ、こっち回避メインか。で、こっちはモディファイア。モディファイアレート。ああ、なるほど。こっち、奥義メイン、回避メイン、あの、モディファイアメインって感じか。なるほど。まあ、どれがいいんですかね。うわ、悩ましいな。なるほど、そういうことか。ほうほう。待って、これめちゃめちゃお金使いますよ、なんか。まあいいか。使ったら、あれですよね。また回収しに行けばいいですよね。ああ、なるほど。あ、なるほど、すごい。あ、こっち回復メインかね。これはハイパーオーダー。おー、なるほど。こっちにしますか。最後で1分で。もうちょっといけますか、どうしようか。6章いきます。それか、これの2日目、これじゃないな、新人研修の2日目の残り、歴戦連鎖を3回クリアする。これか、じゃあこれやりましょうか。いや、まずやることがめちゃくちゃありますね。なるほど、回復をいっぱいしないといけないんで、やっぱ回復のやつメインにしたら多分いいようなのが分かんないですけど、うん、全然楽勝でした。確かもう一回クリアすればいいですよね。あ、ここはあれですね、経験値とかはレベル経験値とか入らない。ここでやめてきまして、とりあえずストーリー、あの、スタミナを
消費しないとまだ200溢れてるんで、ムービー入った40。ちょっと緊張するけど頑張るよ。あれ一つには借りてるのかどうかよくわかんないけど、説明ちゃいます。携帯の充電をしますね。6の3。お、新キャラじゃないですか。無前坊天狗。マイ。可愛い。見た目は明らかに。なのにデスベインだ。この屋敷で何が起きているの。いやいや。斬撃を飛ばせるんですね。すごい。刀って感じですね。この剣に恥じぬ戦いをするまで。このキャラクターあれですね、引きましたよね。確か。ちょっと緊張するけど、頑張るよ。3人を進めるところに行って、まあ、その後はのんびり他のキャラクターを変えてやりましょうか。硬い、めちゃくちゃ硬くないですか、ね、全然減らない。あんだけ硬いんだこのフノイチさん。倒しました。
このチャットにもう一回出てくるんだったら、よろしく任せて。よろしく。まだいますよ、まだいる。ちょっと待って、ここで使えますね。硬いよ。あれ、実際意外と玉に変わる、変わる、変わる、あれもちょっとか。まだ来るのか。終わっちゃった。いいんですよね。なんか扇もいっぱい打てるんで、扇強化の方でもいいような気もしますけど。2分以内、2分ぐらいかかってそうですけど、ギリギリいけてるんですけど。今33秒くらいですね。右に時間かかりだったら今走ってます。うわ、やばい。残り数秒でしたね。ギリギリすぎる。火力持ちてあげないと相当厳しそうです、戦闘が。ちょっと一旦戦闘力強化したいですね。160とか、ファー。上げれるとしたらあれですもんね、キャラクターの、突破が、この二人はできるんで、あ、できるわ。あ、上げますよ。ありがとうございます、アドミンさん。あ、できるわ。3人分すでにありました。よかった。一番はやっぱレベル上げるのが早いような気がするんですが、あと進化ってなんだ。よろしくね。あ、そういうことか。シュート、あー、これは、あ、なるほど、スキルレベルも上げれるのか。15。でもそっか、これがないですね。これ取りに行こう。ちょっと緊張するけど、頑張るよ。
ちゃ早い。いいですね。これ2もいけるんじゃないですか、全然。ちょっと緊張するけど、頑張るよ。全然いけます。よしよし。完全勝利。私の活躍どうだった？もしこのレベル上がりますよ。スタミナ回復しますもしかして。やめてー。スタミナ回復してない。ちょっと緊張するけど、頑張るよ。まだいける。ここまでやったらいけそうです。動きを全部見せるよ。敵の HP の風合いを入れるには、ここを大事にしてください。どうやら。うん、まあでもクリアは全然できます。それで強化はできますかね。どうでしょう。これでもっと皆さんを守ることができますね。これ一人分か。あともう一人分いますよね。ぐるぐるしたら早そう気が。楽に回れるところを周回した方がいいような気がします。このぐらいの柔らかさがやっぱり理想です。いいっすね、いいっすね、このぐらいがいい。完全勝利。私の活躍どうだった？100個ぐらいもらえたんですね、前回。ちょっと緊張するけど、頑張るよ。
うんうんうん、いや、いいですよ、めっちゃいい感じ。勝利、私の活躍どうだった？ちょっと緊張するけど。そしてレベル上がりますよ。30。スタミナ足りるから、まだあるんですね。スタミナあるんですね。この攻撃にこううまく飛び込んでいきたいところなんですけど、それ食らいますね。これでいい感じですかね。何これ、 MD バリアブルが完成させる、何それ。 MD ビーコン、何これ。まず、はい、いや全然わからんわ、いやシーフないよ。やばい、わし尋常じゃないぐらい多いですね、機能がこのゲーム。無限にやることがありそうな気がします。調整完了。セルシオ1個獲得するたびに、うん、スキル1の、うん、なるほど。味方全員回復がいいかな、うん、衰弱不要、サイパーアーマー、うーん、こっちの方がいいですね。そしたらなんか、回復大事ですよね。よろしくね。割と特攻するんで、ちゃんと守ってくれる人がいないと、うん、スタミナがもうちょっとだけあります。どうしようか。マネーが減ってきたので、ちょっとマネーだけもうちょっと獲得して終わりますか。ちょっと緊張するけど頑張るよ。敵出現だよ、みんな慎重に行こう。めっちゃ。
うん、オッケー。完全勝利。私の活躍どうだった？4000ぐらい。なるほど。それでは今日はこの辺で終了したいと思います。ご視聴ありがとうございました。